There are hundreds of massive pyramids in China that even the locals do not know about, and these pyramids are located near Xi'an, China. But up until a few decades ago, China has denied the existence of them. Chinese scientists claim that the pyramids are burial mounds, but since these pyramids have never been officially excavated, it is pure speculation that these pyramids are part of the tombs mentioned in written records. Most of what you read about these pyramids is based on speculation and anecdotal evidence. They could be much older than China reports them to be. 中国には地元の人たちですら知らなかった何百ものピラミッドがあります。ほんの数十年前まで中国政府はその存在すら公にしませんでした。古来より伝説的にはいろいろ言われていますが、中国の歴史より古いピラミッドであったからです。で、中国の考古学者はまだ発掘調査も十分になされていないのですが、墓、墓、墓であったと主張しています。が、本当にそうでしょうか。そのように考えて良いのでしょうか。広志林、浜松セリージャパン。では皆さんをそのピラミッドのある場所へ案内します。位置的にはシアンの中心部から西へ27キロメートルほどのところです。シアンは大きな町ですから、シアンの郊外というふうに考えてください。その郊外にこのような巨大なピラミッドがですね、何十個もあるいは何百個もあると言われています。まさしくピラミッドということになります。で、一番左のピラミッドはですね、上が平らです。そしてその右のピラミッドはいわゆるピラミッドの形をしています。こうした古い写真も残っていますが、現在は植林されて木がこのように生い茂っています。まあ、こうした写真が残っているということですね。そして繰り返しになりますけれども、こうしたピラミッドが何十個あるいは何百個もあるというのです。そしてこれらのピラミッドの歴史は中国の歴史よりも古いということだそうです。公式には私が知る限りまだ発掘調査はなされていませんけれども、このような墓のようなものも見つかっています。後世の人たちが墓に利用したということは十分考えられます。それはともかくも、こうしたピラミッドが中国に残っているということですね。そしてそのピラミッドの位置関係ですけども、大変幾何学的な位置関係にあるのがわかります。これらのピラミッドは一見真北真南あるいは真東真西を向いているように見えますが、かなり 3,4 度ずれています。大きさは165メートル166メートルですね。で、サイズコンパリズンをしてみますと、ギザのピラミッドナンバー2が230メートルですから、それよりもやや小さいということになります。これらのピラミッドが何のためにどうして作られたかということについては、すでに数多くの研究者が研究を重ねています。で、私林博士の方法で検証を続けてみます。
今中央に細いブルーのラインが見えます。この左端にあるピラミッドをピラミッド A としておきます。後で重要な意味を持つようになります。そしてそのピラミッド A から東へ約57km、角度にして 87.8、 つまりほぼ真東に新始皇、真の始皇帝の陵墓があります。兵馬俑はこのさらに東約 30km のところです。これが新始皇の陵墓です。この新始皇の陵墓からナスカにラインを引いてみます。林博士のナスカ理論による証明ということになります。ペルーのナスカです。ナスカには新始皇の陵墓を示す滑走路があります。これがその滑走路です。中央上から引いてきたラインが新始皇の陵墓から引いてきたラインです。入り口のところに黒いマウンドがありますから、正確にその方向を見て知ることができます。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。中央上から引いてきたラインが新始皇の陵墓から墓から引いてきたラインです。このラインは正確にこのプラットフォームを縦に2つに割ります。つまりこのプラットフォームは新始皇の陵墓の方向を示しているということになります。そして中央上の矢印のラインが先ほど言いましたピラミッド A から引いてきたラインです。そのピラミッド A の方向を示す滑走路があります。左の滑走路がその滑走路です。もう一本ありますから注意深くご覧ください。やや中央右寄りになりました。この滑走路ですね。つまりこのプラットフォームには新始皇の陵墓とピラミッド A の方向を正確に示す滑走路があるということになります。つまり西安の西にあるピラミッド群も新始皇の陵墓も空を自由に飛ぶことができた人、つまり ET たちが絡んでいたという、これが証拠ということになります。そしてそれを裏付けるこんな興味深い事実もあります。ピラミッド群の中のピラミッドです。やや上ブルーのライン向かって左側がピラミッドですね。そして向かって右側が新始皇の陵墓です。中央この辺りが西安です。そこに半波遺跡、つまりヤンシャオ文明の遺跡がこの辺りに残っています。ここに博物館があります。この博物館の中にこのような焼き物が展示されています。数はそれほど多くありません。ハンパ遺跡の発掘物です。私林博士はこの発掘物の向かって左側の焼き物に注目してみました。そしてここに今お見せしているのがシュメールの発掘物です。数はそれほど多くありません。全部で42個しか今のところですね残っていないということです。左がヤンシャオの焼き物です。右がシュメールの焼き物です。で、私はこれらの模様が大変よく似ていることに気がつきました。そこで比較してみることにしてみました。で、逆さまにしてみるとですね、模様が一致しました。左がヤンシャオ、ハンパ遺跡博物館に残っている焼き物です。右がシュメールに残る焼き物です。明るくして、そしてその模様を比較してみます。彩色土器と言われていますけども、バビロニアからシーアン、そのシルクロードの途中にはこうした
彩色土器は見つかっていません。つまり空を飛ぶかのようにしてバビロニアからヤンシャウにこの彩色土器が飛んだということになります。普通、まあ、こうした彩色土器がですね、まあ、バビロニアからシーアンに伝播したというのであれば、その途中のシルクロードの途中にその片鱗といいますかね、その痕跡が残っているものですけれども、そうした痕跡は残っていません。バビロニアとヤンシャオの間にだけでこれが見つかっているわけですね。そしてその焼き物の模様がこのように一致しているということです。これは偶然なのでしょうか、それともということになりますが、こうした事実を積み重ねていくとですね、つまりはシーアンの、まあ、西にあるピラミッド群はですね、人間によるものではないという、まあ、状況証拠が固まっていくということになります。繰り返しになりますけども、左はヤンシャオで見つかった焼き物です。右はスメールの焼き物です。数はそれほど多くありません。多くないにもかかわらず、このような一致した模様が見つかったという点に注意してください。その間の距離は約6000キロです。そしてその途中では彩色土器は見つかっていません。この事実をどのように考えたらよいかということですね。数少ない焼き物ですらもこのように、まあ、一致しているという点に注意していただきたいと思います。で、結論ということになります。中国の西安の西、まあ、郊外ですけども、このようなピラミッド群が近年になって公開されるようになりました。全体で数百個あると言われていますけれども、小さいのは日本の円墳のような、まあ、コンセプトを持ったピラミッドではないかと考えています。ともかくも大きなものになりますと160メートルを底辺の長さがですね、160メートルを超えるピラミッドもあるということです。何のためにどうして、まあいろいろな研究者が今その謎を解くために、懸命に取り組んでいますから、それはそれとして、私のナスカ理論によってもですね、大変重要な意味を持つピラミッドであるということになります。で、そのピラミッドがですね、大変幾何学的な位置関係に並んでいるということですね。で、確かにその通りなのですけども、まあ、こうして見てみるとですね、何かその位置に意味があるように思います。それはギザのピラミッドのコンセプトと共通する、まあ、部分といいますかね、共通しています。で、まあ、いろいろ考えてはみたのですけども、まあ、その今のところはですね、こうしたピラミッドがどのような、まあ、関係を持ってこのように、まあ、幾何学的に並べられて建てられたかということについては今の段階では分かりませんので、ペンディングということにしておきます。まあ、多くの研究者が取り組んでいますので、何らかの答えが近々出てくると思います。で、私なりにいろいろなラインを引っ張ってみましたが、いろいろな説があるようです。星座のように並んでいるとかね、まあ、いろいろありますけども、ギザのピラミッドの例を考えるならば、私はやはり方向を示す何らかの道しるべとしての役割を持っていたと考えています。ということで、この謎についてはここでペンディングということにしておきます。 Bye for now.
Thank you.